じゃあコースはベビーパークで。はい。はい。え、ベビーパーク？うん。マジか。何か問題でも？あ、いえ、とんでもないです。ネロハタ、はい。止まらないで。色合いは似てるけど違うコースだなと思って。慣れた。ベビーパーク。はーい。皆さんどうしました？ベビーパーの場所わかんないですか？はい、わからないです。右上です。右上。右上、あ、わかんない。あ、これかな。右上って皆さん分かってないのに返事だけいいやつ。皆さん漢字だけなんですね。やっぱりもうカタカナもやっぱダメなんだ。いや、そんなことないです。私は頭いいです。私は頭いいですのスタンスで言うと多分今後しんどいですよ結構。何かあるごとに。まだエビパー選びますか？あ、もう僕らはすでに引くまでベビパーですよ。そうですよ。何をおっしゃる。はあ、でもリンゴさんふと考えてください。はいはい。リンゴさんアムステルダムめっちゃ好きじゃないですか。はい。アムステルダムをしてはーって言われたらちょっと嫌じゃないですか。うん、嫌です。ごめんなさい。そう、その痛みを分かるようになりましょう。分かりました、ごめんなさい。私が悪かったです。でも確かにそれは本当に嫌だな。ごめんなさい、ガミさん。今まで、いえ、人の嫌がる姿あんま嫌いじゃないんで。どれをどう取って、ガミさん自分が優しいと思ったの？本当に。いやいやいや、本当に優しいんですって。でも本当に優しいからこそこうやって優しさを隠してるんじゃないですか。そうそうそう。あ、じゃあ俺の普段の短い余りかもそういうこと？それは違う。あれ良かったんだな。どこ行きますかこれ？あ、アムステルダムおっしゃいました。確かにアムステルダムか。ありがとうございます。リンゴさんはアムステルダムが一番好きなんですか？はい。お嫌いですかアムステルダムが？いや、僕はあんま TA やってないんで何とも。ああ。あんま勝ってるイメージはないんで好きではないですね。確かに。そっか。こんな気持ちなんだ、アガミさん。味わってしまった今。好きなものを否定されるってこんな気持ちなんだ。